え、でももうそろそろ来そうやない？あ、これで来たんじゃない？ガチャ開いたらあるとか。あ、来てる！え、すごい！何も更新とか入れてないのにさ、もう24時ぴったりに来てんだけど、これ見てください皆さん。やってまいりました！アイデンティティ5第5人格コラボです。よいしょってことで、第5人格コラボがね、やってまいりましたということで、まあ早速ね、まあ見ていきたい。てかみんなさ、第5人格知ってるよね多分。第5人格って、その荒野行動ってネットイースじゃないですか。第5人格っていうアプリもネットイースなんですよ。だから結構多分なんか俺的には第5人格と荒野行動行き来してるリスナーって結構多いのかなと思ってて、このコラボはね結構意外とね、なりよりなしよりのありではあるのかなと思ってる。まあ当の本人は全然第五人格全く知らないんですけど全く知らないっていうね。なんなら申し訳ないけどやったことはない。でも動画を見たことだったらあるみたいな感じ。でもさ、結構リスナーさんの中でも第五人格やってるって人多分多いと思うんだよね。まあ俺はやったことないからわかんないんだけど、でもなんだめっちゃおもろいらしい。しかもちょっとこれ荒野男子諸君、これ聞いて、男性諸君聞いて、第五人格やってるそのリスナーの層は女の子めっちゃ多いらしい。だからちょっと女の子に困ってるもう男リスナー、今すぐ第五人格をやるべき、第五人格の実況者になるべき、これガチですってことで、まあ早速ちょっとまあ見ていきますか。はい、まあ報酬一覧。はい、おお、え、セダンかなこれ。え、鬼長くない？普通に大領主的な役割になるんじゃない？ワンちゃん。これ大、え、なんか大領主と同じような、なんか、あ、なんか、え、てか、なんか、なんなら多分さ、大領主よりもさ、性能良くてさ、大領主と同じような役割だったら、これ大領主の上位互換じゃないの？これワンちゃん。え、どうなんだろう？実際わかんないけど、大領主のなんか上位互換みたいなやつが来ております。大会出てないんで、ちなみに僕はわかりません。で、こちらが、クーペスね。これはなんかまあ可愛い感じだね。可愛い感じの車、性能はまあぼちぼち、でもコラボ車だから強いんじゃないかな。でこっちが、まあ、今回武器の中だと結構目玉だね、 M16A4 なんですけど、これがですね、これ最後一人称視点もあるしっていう、これ最近流行りのやつなんですけど、一人称視点もあるし、なんか特殊効果音みたいなやつもあるみたいな、ちょっと噂が流れております。まあ ないかもしれないんだけどね、もしかしたらエフェクトだけかもしんない。で、あ、MP5 ある。あ、かわいいね、普通に。あり。だいぶあり、コンパクトでかわいい。で、こっちも武器だ。あ、あ、久しぶりに AK。なんか嬉しい。ああ。いや、あ、結構ありだよ、俺、普通に。こういう感じの AK も結構あり。あ、これも一輪書してあんじゃん。へえ、めっちゃいいね。で、R、あー、まあね、RN あんまなかったから、このデザインは普通に俺結構ありかもしんない。全部欲しいわ。出せるなら全部欲しいって思っちゃう。で、ここら辺は、もうそのままあれっすね。多分、第五人格のキャラがそのまま来てくれてるって感じ。すごいよね。なんかほんと、こうや、なんだろう、ワンピースぐらいからかな。なんかコラボするさ、なんかスキン全部一気に良くなったよね。ほんとに昔の昔の7つの大罪思い出してほしいわ、みんな、メリオダスを。あれもう、ほんとにひどかったからね、7つの大罪メリオダスだけ。ほんとにね、もうほんとに、ここからもうコラボのやつは全部クオリティ高いから、もう安心してコラボしてくださいって感じではある。で、交換できるのは、衣装はこの3つ。で、銃が、まあ、この2つ。いや、まあでもそうだよね。やっぱ M16 と AK はさすがに交換できんか。まあ、こんな感じでね、いけるという感じでございます。これチケット3400枚あるから、鬼あるでしょ。ってことで、早速、引かせていただきたいと思う。その前に皆さん、今日のコメント読まさせていただきたいと思います。いや、最近ね、結構配信で今これやってるんですけど、今日のコメントって言って、リスナーの皆さんコメントした中から一つコメント選んでそれを返していくっていうコーナーをちょっとやっております。あ、なんか逆にさ、みんなない？今、なんかちょっとコメントを募集するわ。なんかちょっと聞きたいこととかなんかあったら、そのコメントちょっと、取り上げて、それでいくわ。あー、これいいね。これにしよう。すいません、読まさせていただきます。過去一、体重が重かった時はいつ？あ、こちらはですね、最近です。はい。
去年と今年のなんか忘年会と新年会で本当になんかリミッターを外して飲みに食べに飲みに食べに飲みまくった結果6キロ太りましたけど、まあ、最近は頑張ってなんとかその6キロ太ったやつを3キロから4キロぐらい減らした。はい、皆さんもね食べ過ぎには注意してください。はい、ということで早速引いていきましょう。ヘイゴー。あ、これあれだね、これあれや、みんなエフェクションとかがないパティーンのやつや、これ完全に。はい、もう一回来い。うわー、これねー、まずいです。これ早くガチャが回転できるプラス多分これあんまり金、うわこれ沼かもしらん、これ沼かもしらんぞみんな。いやこれ体感なんか良くない気がするな。いやなんかこの手のガチャでね、なんかあんまり金チキなんかめっちゃ出てるイメージないわこれ。いやなさす、うわー初手から天井きつ、わ初手天井マジきついな。いや頼む、でもこの初手天井でいいのが出ればもうそれでいいんだから。で俺の今回のお目当てはセダン、まあ、セダンとまあ、AK、M16 もこれが出ればもう完璧、もうそれ以外はいらない、もう頼む AK M16 セダン来い。お、まあいいじゃん。いやそういうこと、そういうこと、うん、まあ、結局そういうことなんすわ。じゃ自分の欲しいやつだけ出ればもうガチャがいかに渋くても別に勝ちなんすよ。なんか全部出さなくていいゲームなんだから、もう欲しいやつだけこうもう狙い撃ち。あでもセダン結構出やすいから、マジセダン欲しいかも。おお激アツ激アツ、来た、セダンお願いします、セダン来てください、セダン来てください、お願いします、セダン。うーまあ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 、かぶりじゃないからまあいいでしょう。まあまあマジで AK かセダン以外はいらないな逆に。でもうーん AK かセダンが出ればマジであとはもういい、頼むガチこい。きあやばい、俺なんか見えた気がする今一瞬で、なんか俺もう未来が見えた気がする。これ多分ね天井までこれ多分出ないですこれ。あ嬉しいけどなんか複雑すげえ早めに出てくるの嬉しいんだけど、なんか動画的にはちょっと複雑だわ。イメージね、イメージ大事。ここでセダンを引けてる自分のイメージをする、これねセルフイメージって言うんですけど、ここでねやっぱねイメージを自分がいかにできるかどうかでもう変わってきます。今後来たこのタイミング、え誰えだえだ誰いやー俺ね衣装はいらないんだよな今回。なんか今回いやーなんかさちょっとなんか欲しいって感じじゃないんだよな衣装は。いや衣装以外でお願いしたいな俺個人的には。衣装はなちょっとあんまり良くないな。頼む来てくれ。おーおおおいや意外と暑いかもしれないみんな。あーこれね来ました、これは、はいこれセダンです。おーいやーでもさ交換できるやつ来てもなんかあんま嬉しくないんだよな。交換できるやつはねえ正直チケットめっちゃ有り余ってるからさ。ちょっと待ってなんかちょっとなんか鬼バグったんだけど、うん、嘘やちょっと待ってなんかバグっちゃったんだけど、ちょっと一回これ画面直すわ。よしまあ、行こう、ここで引いていこう。ここで引くのが大事だ、ね、お何これ。おあいいね、無料で10連いける。いやーでも2万円分引いたな。次の金枠でちょっと今回はやめるか。頼むここで引きたい。あーいやーじゃあもう金券、もうワン金券分引くか。行こう。マジ頼むよガチ頼む。もうセダンか AK 出たらもう勝ち。まあ、でもあと2回引けるから、まあ、一旦ここ AK でいいよ。セダン渋いんだったら一旦 AK でいいよ。一旦 AK。うん、誰超講師。マジでね、でも分かんないからね、マジ申し訳ないわ。うん。でもなんか、いい匂いがしそうなお姉さん。頼む、次の金で。AK か、AK か。AK か、セダン。これラスト、これラスト、これラスト。ガチラスト。
頼む、マジで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 頼む、引きすぎよくない、うわーマジで天井だけやめてほしい、マジで天井だけやめてほしい、マジで頼む、マジで頼む、マジで本当に頼む、本当に頼む、マジで頼む、出てくれ、おーマイガー、まあそういうことなんすよね。まあ皆さん結局降臨実況者ここね、やっぱね見せるんすわ、ここが腕の使いどころです。まあまあまあ、俺がやっぱ欲しいって言ったのはセダンと AK なんで、ここでまあセダンと AK が出ればもう文句なしの GG 神ゲーム、頼みます、お願いします、ガチャロガチャロ、まず AK、 まず AK かセダン、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 まあまあまあいいでしょいいでしょいいでしょ、焦ったら負けだからこういうのって、集中一本集中、マジ頼むぞ、ここ一本集中な、こう集中したらマジで出る、結局はどれだけ欲しいかっていう強い気持ちをもう本当にどれだけぶつけられるかどうかっていう話、オッケーセダン、オッケーセダン、もうセダンしか見えてない、俺はもうねセダンだけが欲しい、お願いします、オッケーセダン、くー、まあいいでしょう、まあまあまあいいでしょう、まあ AK 欲しかったからねなんか一番微妙い感じで終わったんだけどいや全然いいんだけどね、全然いいんだけど、なんか一番微妙い感じで終わったんだけど、はい、ということで皆さん、まあね、ガチャ的にはいやーどうだろうな、まあなんか30連に1回金は出てたから、まあなんか激渋ってわけではなさそうけど、まあちょっと気になる方はまあぜひ引いてみるのはありなんじゃないでしょうか。ってことで皆さん、この動画もしも面白いなと思った方はぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そしてね、最近結構配信してるんで、オープンチャットを作ったのでね、あの発言禁止なんで、もしよかったらね配信の通知用で入っていただけると嬉しいなと思ってるんで、ぜひともよろしくお願いします。ってことで皆さん、バイチャー。